ヨーゼフ一世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、ボヘミア王、ハンガリー王、ハプスブルク家の皇帝で、レオポルト一世と皇后、エレオノーレ・マグダレーネの長男、カール六世の兄である。早くから、父の後継者となるべく育てられ、1687年に、ハンガリー王に即位、1690年に、ローマ王に選出され、1702年に、 ランダウ方位戦に参加1705年の父の死により即位する。即位後は弟のカールをスペイン王にするべく父の時代から続いていたスペイン継承戦争を継続オーストリア軍を率いるプリンツオイゲンを全面的に支援する一方、ハンガリーで起きたラーコーチフェレンツ2世の反乱にも対処した。内政では官僚制度を改革し中央政府を現代化させた。 これは、ハプスブルク家の財政立て直しに、一定の成果をあげた。しかし1711年に死去、唯一の男子が創生していたために、カールが皇帝カール6世として即位し、スペインの王位を断念することになった。ィン次第ハックである、ヨーゼフ・シュタットの名前は、ヨーゼフ1世に由来する。皇后、アマーリア・ビルヘルミーネとの間に三子がある。 弟カール6世にも男子の継承者がおらず、娘のマリア・テレジアを継承者と定めたことから、ヨーゼフ1世の死後に結婚した二人の娘の夫は、ハプスブルク家領の相続権をカール6世の死後に要求し、オーストリア継承戦争が勃発することとなる。ありがとうございます。